斎藤義重は青森県弘前市出身の現代美術家、多摩美術大学教授、斎藤義重と読まれることもある。絵画と彫刻の垣根を超えた表現を追求して作品を制作した。戦後以降の現代美術を代表する作品の数々を残し、物派の作家らに大きな影響を与えた。1904年5月4日、青森県弘前市に生まれた。 本席は東京市四谷区佐門町。なお本人は東京出身であるとも青森出身であるとも語ったことがあり、かつては文献によって出生地に揺らぎがあった。父親の斎藤長義は南部藩市の家に生まれた陸軍軍人であり、陸軍第八師団が設置されていた広崎市は父親の不妊地である。吉重は七人兄弟姉妹の次男だった。 4歳だった1908年には、父親の陸軍第14師団転属に従って、栃木県宇都宮市に転居し、栃木県人上師範が校付属幼稚園に通った。この頃の父親の書斎には、ヨーロッパ建築やヨーロッパ絵画の絵はがきなどがあり、斉藤は幼い頃から美術に興味を示した。1911年には、父親の移動に伴って、 東京市新宿区市ヶ谷加賀町に転居、その後かつて、下村宝月が住んでいた新宿区市ヶ谷役を、寺町の家に移り、東京市牛込人城小学校に入学した。小学校高校学年から、中学時代には、たびたび、アントニオとクレオパトラや、クオバディスなどのイタリア映画、ジゴマなどのフランス映画、黎明期のハリウッドの連続映画などを鑑賞している。 青年期の1920年代には、チャールズ・チャップリンよりもバスター・キートンを好んだが、小野江松之助などの人気が高かった邦画には関心を示さず、映画に関しては友人たちと会話にならなかったという。1917年には、日本主義思想家の杉浦重武が設立した東京府、松沢村松原の日本中学校に入学し、先輩に中西敏夫などがいた美術クラブに入部。 厳格な父親が死去してから、油彩用の画材を手に入れ、日本中学時代には、油彩の風景画や人物画を制作した。ポール・セザンヌを模倣した絵画を制作し、フィンセント・ファン・ゴッホのように写生をしていたという。学生時代には、ロマンド・ラン、ヒョードル・ドストエフスキー、アントン・チェーホフなどの外国文学を読みあさり、日本の近代文学では、 佐藤春夫や芥川龍之介や武者の工事さねなどを独破している。1920年秋には京橋の保守製薬会社で開催された日本における最初のロシアが展覧会を鑑賞し、ロシア未来派のダビド・ブルデュークやビクトール・パルモフラの会が制作手法に強い刺激を受け、この経験は後の地まで創作活動に影響を与えた。先輩の中西は 東京美術学校西洋画家卒業後にフランスに留学する洋画家として王道のコースをたどるが、斎藤は伝統的な教養主義にもどかしさを感じ、写実的な絵画制作に行き詰まって絵画から遠ざかった。当時は大正デモクラシーの下で前衛芸術運動が活発化しており、未来派、ロシア構成主義、絶対主義、ダダイスムなどの美術思想が アナーキズム、社会主義などの政治思想、ニヒリズムなどの哲学思想と融合する過程にあった。意識的構成主義を掲げて展覧会を開催していた村山智義によって、京橋区築地の築地小劇場で開催された、ゲオルグ・カイザーの演劇公演、朝から夜中までなどの影響で、斉藤は文学に傾注し、1925年頃には絵画制作よりも、 文学活動の比重が高まっていった。1928年には小石川区小石川にある喫茶店に立体作品を展示させてもらっている。1929年頃に触れた構成主義やダダイスムの影響で再び美術に戻り、1930年頃には再び文学よりも造形活動に比重を置くようになった。十七歳だった百三十一年にはに、 カテに、デリーフ上の作品を出品しようと試みたが、この作品は絵画とも彫刻とも半然としなかった、ために失敗。九百三十三年には、駿河台で、東郷政治、安倍混合、小賀春江、峯岸吉和らが主催する、アバンギャルド洋画研究所に入所。斉藤は、洋画ではなく、抽象的傾向の作品や、立体的コラージュなどを制作し、ここでは、 桂由紀子や山本蘭村と知り合っている。1935年にはアバンガルド洋画研究所を離席し、詩人の滝口修造や北園勝江と出会った。1936年には第23回二課展で出立とアブストラクトが初入選。同年には第14回黒色洋画展にも出品し、1937年には第24回二課展で 再び入選した。カラカラと呼ばれる、構成主義的な連作レリーフを制作し出したのは1936年、頃であり、37年を経た1973年には、記憶と写真をもとに再制作している。1938年には、山本圭介や高橋進明ららと、絶対昭派協会を結成して、第一回展を開催。 また同年にはに課会内の前衛画家による救出会に入会し、1939年には第1回救出展に出品した。救出会は文化会ながら、吉原春吉や山口長男など41人が参加する大所帯であり、シルレアリスム的な作品を制作する作家が多数を占め、抽象的傾向の作家は斉藤や吉原ら数えるほどだった。 斉藤は次第に公正主義に対して批判的となり、斉藤自身が後にトロウッドと名付ける合板レリーフのシリーズの制作を開始したのはこの頃である。いわゆる中小絵画を制作した時期は、吉原や長谷川サブローラと同時期だったが、互いに影響されることはなかったという。1939年には美術文化協会の創立動人に名を連ねたが、 1953年には美術文化協会を退会し、以後はどのような団体にも所属していない。戦争前は滝口などシュルレアリスムを指向する人物が検挙された時代であり、1941年には斉藤のアパートに特攻警察の関係が踏み込んできたこともあった。30代後半までは一度も定職に就くことなく暮らしていた斉藤だが、 太平洋戦争中には出版社や軍用石鹸工場などで初めて勤め人としての暮らしを経験した。1942年頃には経済誌、ダイヤモンドの観光に関わり東京・日本橋にある軍用石鹸工場の事務所で終戦を迎えた。軍用石鹸工場で働いていたことで徴用、招集、在京軍人の教練などの一切を回避している。 戦時中はほとんど制作活動を行えず、また終戦直前に作品群、ノート、書類などを空襲で消失した。1946年からは、婦人雑誌、家庭文化の観光に携わっていたが、1947年から1949年には、写真家、大辻誠二の家に居候して、作品の制作に取り組んだ。 1949年には結婚し、1950年には長男が、1952年には次男が生まれたが、経済的な困窮によって1954年には離婚。当時は漁村に過ぎなかった千葉県東葛飾郡、浦安町にあった作説寺家の家に居候し、六畳のアトリエで作品を制作。 ペンキ屋の仕事を手伝いながら、ペンキ屋から入手したベニヤ板で7、8点を制作したが、作品を預けていたペンキ屋が転居したために、この頃の作品は、行方知らずとなった。1956年には、国立近代美術館が主催した、抽象と幻想を展に出品。1五十七年には、第四回日本国際美術展で、警視賞を受賞し、同年には、 朝日新聞社が主催する今日の新人57年展、新人賞を小野忠博と共に受賞したが、この時の斉藤はすでに53歳だったため、日本画壇の奇跡として騒がれた。1958年には、滝口の紹介によって、東京、銀座の東京画廊で初の個展を開催し、13作品が完売したのを、皮切りに、1960年、 1962年、1963年、1973年、1976年、1980年、1991年、1994年、1999年にも動画廊で個展を開催している。斉藤は東京画廊と専属契約を結んで生活を安定させ、売り上げは東京画廊と斉藤とで配分した。 国内外の展覧会には必ず東京画廊から出品し、特に画廊主の山本隆はヨーロッパで斎藤を売り込んで成功した。1963年にスイスローザンヌで開催された第一回ローザンヌ国際前映画商店では世界各国の全17画廊がそれぞれ複数の前映作家の作品を持ち寄ったが、東京画廊だけは斎藤一人にかけ、 美術館主催の展覧会としては、異例の1、3もの作品が売れた。なお、1960年代前半当時の斎藤の作品の売価化は、4号で約12万円。よく制作する120号で96万円。国外では発送料や保険料などが加算されて120号が102から103万円になったという。当初は1号あたり2000円から始めたが、 わずか数年間で1号あたりの価格は数倍になったという。斉藤の作品は日本で4割、日本国外で6割と、日本国外での販売数の方が多く、アメリカやフランスにもコレクターが存在した。ローザンヌでの展示後には、ドイツミュンヘンのフリードリッヒガーレム・ガローに持ち込まれたが、ローザンヌでも、ミュンヘンでも、斉藤の作品は変わらず完滞された。 1957年の日本国際美術展、警視賞と今日の新人57年展新人賞に始まり、1963年の7年間には、国内外で異例とも言える9個もの賞を受賞した。1958年には現代日本絵画ヨーロッパ、巡回展、オーストラリア巡回展、ニュージーランド巡回展、カーネギ、国際美術展などに出品。 1959年には、第5回日本国際美術展で、国立近代美術館賞を受賞し、ペインティング E で国際美術評論家連盟賞を受賞。また、1959年の第5回サンパウロ・ビエンナーレには、電気ドリルで後半に、線や穴を描いた連作を出品している。1960年5月から8月には、第30回ベネツィア・ビエンナーレに参加するために、 初めてヨーロッパに渡り、ルーチョ・フォンタナのアトリエやパリを訪れた。ベネツィア・ビエンナーレの日本館には、斉藤の他に、浜口洋蔵佐藤隆今井敏光、豊福とも乗り、小野忠宏などが出品し、アンフォルメルを定義した、フランス人美術評論家のミシェル・タピエは、斉藤の作品を、私にとって、新しい発見と語っている。 日本帰国後の1960年8月には、浦安から東京都港区青山に移ったが、青山で暮らしたのは短期間であり、1961年3月には横浜市磯国病部ヶ浦に転居して再婚した。1961年には再び日本国際美術展に出品し、第6回サンパウロビエンナーレでは国際絵画賞を受賞している。同年には、 グッケンハイム国際美術展にも出品して優秀賞を受賞した。1960年代前半には世界各国の画廊から古典の開催以来は殺到し、1963年から1965年にはフランスにおける前衛芸術の拠点ともいえるギャラリードフランス、フリードリッヒガーレム画廊、イタリアミラノの第一級画廊であるナビリオ画廊などで古典を開催している。 1963年には晩年まで長く住む横浜市南区六川に転居。この場所は大辻政治曰く横浜市で2番目に高い丘の上であり、斎藤曰く晴れ具合がいいと海と暴走の山並みが見える場所にある。アトリエながら南側にも大きなガラス戸があり、その外壁には訪れた人によるサインや落書きが描かれている。 1964年には、多摩美術大学教授に就任し、斉藤義重教室からは、関根信夫、吉田勝郎、本田慎吾、成田勝彦、小清水進、関岸夫など、物派の美術家が数多く生まれた。二村優子によると、多摩美のほとんどの学生が、斉藤教室を選択したという。関根は、東京芸術大学受験に失敗して入学した多摩美で、 表現主義的抽象を追い求めていたが、3年時に教授に就任した斉藤と出会って、スタイルを覆された。1964年には長岡現代美術館のために壁面デリーフと前提を制作している。アメリカ合衆国の美術館を新しい日本の絵画と彫刻展が巡回した関係で、1965年から1966年には半年間ニューヨークに暮らし、 ジャスパー・ジョーンズ、草間弥生、荒川修作、川原厚などと出会った。アメリカでは、実験音楽家、ジョン・ケージの音楽会を鑑賞したり、前衛芸術運動団体フルクサスの公演を鑑賞している。ドリルの時代以後には、後半にラッカー塗料を塗った明快な作品が特徴であり、クレーンシリーズやペンチシリーズなどを制作した。1969年には、 玉美紛争で大学理事会と対立し、1970年以降は同大学で一切の講義を持つことはなかった。1971年には磯崎真が設計した福岡総合銀行本店の応接室へのインテリアデザインを手掛け、1972年には京都ロイヤルホテルのロビーにあるレリオフ彫刻を制作した。1973年に 多摩美術大学を退職。同1973年にはエジプトを旅行し、ピラミッドの造形に刺激を受けた。1974年には、春生一郎や中原雄介などとともに現代文化センターを設立。1978年には、東京国立近代美術館で正規からの作品108点を解雇する斉藤義重展が開催された。 1980年代には立体と平面を組み合わせた反対称シリーズや反ピレーシリーズを制作。1982年には飯塚八郎と共に斉藤の教育哲学を反映させた東京芸術専門学校を設立し、当初は講師として1985年からは校長として若い芸術家の育成に当たった。 1983年には、ジュネーブ歴史美術館などで、今日の日本美術展が開催されたのを機に、ヨーロッパを旅行し、イギリスではストーンヘンジに興味を抱いた。1984年には、東京都美術館など五館で、斉藤義重展を開催。1985年には、第18回サンパウロビエンナーレに出品。実験的手法による現代美術への貢献が評価。 それで、1985年には、昭和59年度朝日賞を受賞した。1980年代末には、平面と立体の区別をつけないインスタレーション作品、複合体シリーズを開始した。1993年には、横浜美術館ほかに館で、斉藤義重による、斉藤義重展示区の木を開催。1999年には、 神奈川県立近代美術館で斉藤義重展を開催した。1996年には T&S ギャラリーを開館させている。2001年6月13日、心不全によって横浜市内の病院で死去した。97歳だった。死後の2003年1月から2004年3月には岩手県立美術館など五館で開古展が開催された。斉藤は 職業軍人だった父親の影響で国家主義的な校風の日本中学校に入学し、日本中学では美術クラブに所属していたものの、東京美術学校など美術学校での本格的な美術教育は受けていない。このため自らが芸術家であるという意識が薄く、そのために伝統的な絵画の制作手法を逸脱して紙や木片を使用したり、作家のように文章を書くなど、 縛られることのない表現者として活動できた。美術評論家の中原雄介は1978年に斉藤義重の作品は絵画、彫刻というよりレリーフというカテゴリーに位置づけるのがふさわしいように思われる平面の多層性の生み出すレリーフであると語った。太平洋戦争前の作品はカラカラの連作とトロウッドの連作に対別される。 1936年に二カ店に初入選した頃には、角材や板の間に放射状に糸を張った構成主義的なカラカラを制作していた。1938年頃には後にトロウッドと呼ばれる大円状、または大状の板を彩色して並べたレリーフ状の作品の制作を始めた。トロウッドとは、マグロが木ーの上に並んでいるように見えることが由来であり、 斉藤自身が作品を茶化して名付けたものである。戦時中から戦後には黒色のレリーフ状の合板作品を制作した。戦後にはアホンダラ名やヤジロベイなど具象的傾向を持つ作品を制作し、1957年からは鬼などの抽象絵画を制作した。徐々に抽象表現主義的な絵画に移行し、1960年からは電動ドリルを用いて、 合板を傷つける一連の作品を制作した。斉藤はドリルと木の板はモチーフであり、板の上の広がりはテーマであるとの特徴的な言葉でドリルの時代の作品を語った。1964年には電動ドリルを使用するもののレリーフ状の合板作品に変化し、百六十六年にはペンチなど可動部分のあるレリーフ状の作品に、九百七十年には よりシンプルなレリーフ状の合板作品に変化した。1973年からは、戦前に制作していた作品の再制作を行い、空襲で消失した1936年から1941年までの作品15点、未発表のまま所在者不明となっていた1952年の作品6点、計21点を、斎藤の記憶と写真に頼って複製している。 4つの位置など、対構造を持つ作品を制作し、1976年からは、反対称シリーズを制作。戦後すぐには、アホンダラメなどカンバスに描いた作品もあったが、1970年代末までは、ほとんどの作品に、カンバスではなく、キータが使用された。1979年には黒色に塗装された、キータを、ボルトで組み立てた。 ハンピレなどの作品を制作し、立体作品ながら、床面に限らず、壁面にもまたがって展示された。それまでは壁面に掛けられる絵画や半立体のレリーフ作品が主体だったが、この時期からは床面に置かれる立体作品に移行している。1957年に、今日の新人57年展の新人賞を受賞したことについて、滝口は、 1930年代に発展した日本の中小絵画の草分けといって良い作家の一人であって、しかも彼は無名のままで渦もれていたわけでもないと語っている。1950年代から1960年代、日本人中小画家にとっては苦しい時代が続いていたが、斎藤は国際市場で評価が高い数少ない人物だった。 美術評論家の関真一は芸術新潮1961年2月号の評論において特に昨年は美術界の話題がすっかり彼一人によってさらわれてしまった感があると書いている。さらに関は芸術新潮1962年9月号において斉藤は今や日本にいる日本人作家の代表選手と言った格好である。当然のことながら 各国の画廊からの古典や作品購入の申し込みが多いが、そんなことはどこ吹く風とばかり、いつもながらの事故のペースを噛みつて悠然としていられるのは、いかにもこの作家らしいと書いている。日本で売約済みとなっていた作品が1961年のサンパウロビエンナーレに出品された際には、国外の作家がその作品を奪うように買い取って、問題となったことがあった。 ドイツの美術評論家ヘルガイス・イエラッチュは1964年の評論で斎藤を世界的なモダンアートの傾向の追随者の一人と決めてしまったら間違いである。彼はむしろ現代日本絵画の先駆者の一人として見直さねばならない。というのは彼こそ1930年代の日本において画期的な新芸術運動を創始した当人だからなのであると述べた。 多摩美術大学の斎藤義重教室は、関根信夫、吉田勝郎、本田信吾、成田勝彦、小清水進、菅岸浦、物派の美術家を育てた。その他に、斎藤の指導を受けた美術家には、三村優子、小林は、工藤、三沢健治、大石桃子、森谷幸明、有田昭子、西原和子、清水恵美、堀広也、高橋正幸、長谷光城、 宮脇愛子などがいる。学生を教えることにかけて、斉藤義重ほど巧みで、債ある人を、私は知らない。問うとも、答えるともつかない教授法は、変幻自在で的確である。関根信夫漁村だった浦安を歩く斉藤アトリエで、制作中の斉藤出展、斉藤義重による、斉藤義重展示区の木、越後つまり大地の芸術祭の里など出展。 斉藤義重による斉藤義茂天竺の木など、ありがとうございます。